そう。中華街ラーメン行ってきます。で、時間をすると早いで明るい時間に行くんやけどね。めっちゃ雨で行こうと思ったけど写真を撮ってくるかもに到着しました。ありがとうございます。やっと久しぶりのリカちゃん。しかもかわいいてるてるポーズ。はい、晴れます。晴れます。雨なんて晴れでグッドイエーイっていう意味です。ヤロン旅楽しみます。楽しみます。あれ動いてるん？そのレストランって。レストラン時間で動いてる。時間で決まってるの。そうそうそう。いただきます。ドリンガ餃子だって。ドリンガ麺。何店？何店？神奈川県。神奈川県。姉妹店。ジューシー。それが8時から1時までしてるから。あんまりボリュームが分かってへんのかも。1時から多いんだけどね。ただでさえこっちの方が遠いのに、でも2時間差あったか。うん。なんか11時50分に着いて、愛ちゃんが2時ぐらいに着くから、まあ2時間ぐらい時間潰しとくわーって言って。だから待ち合わせしてもまあいいやって言ったけど、はい、時間遅れ、5時間遅れ。でもここからも出てる。エコープ。じゃあ結構多分今から出てくるんちゃう？伸びてきそう。いや消えたね。伸びてきてるって。伸びてきてるって。今日はランプーソー屋さんに泊まります。行きましょう。来た時にもらいました。やったー。はーい、ありがとうございます。お部屋はね、この家です。こちらの階段登って、うん、落ち着いた感じの部屋です。はーい、はーい、リラックス。今から何するんですか？お酒飲みます。やったねー。やったぜ。 A コープで買い込んできました。これ世論のお酒らしい。1000円しかないし。いただきます。いただきます。乾杯。愛ちゃんの旅行久しぶりで、とても嬉しいです。本当に。いつぶりって言ってたっけ、二人の旅行。2年か3年か。最後どこ行った？最後どこ行った？二人で最後どこ行った？二人で。最後に行かれへんかったとこは分かってる。行こうなって言って流れたところ。どこ？宮古島。流れた。だからそれ以来行ってない。泊まってないのやったら徳島とかか。それあれ旅行じゃない。日帰り旅行。あれは日帰りやから。お泊り旅行。え、どこ行った？どこ五島。道後。2日目スタートです。散歩。お散歩、まずはお散歩行ってきます。おはようございます。おはようございます。ちょっと風あるけど、うん、太陽も、はい、出てきたり、ちらほら出てきたりで、ちょっと気持ちいい。これは何なん？これサトウキビじゃない？じゃない。ざわってる。ざわってる。ちょっとゆっくり朝のお散歩してきます。行きます。見つけ坂道。ブーターマシンの坂道の動画じゃ伝わらんけど、ブーブーしんどい、ブーブー言う朝のお散歩。ブーターマシンどい。ブーまた登るわ。ブーブー
終わるわ。あ、バナナ。これバナナか。これバナナのバナナですね。あれがバナナか。そう、バナナの。花はもう咲いた後か。うん、はい。バナナの。バナナのブーブー。ブーブーブー。ブーバナナの。花びらブー。食べたいブー。食べたいブー。もう朝ごはん食べたいブー。あ、でっかでっか、初めてこんなでっかいの見た。でかない、普段落ちるもんなんなん、でかすぎひん。やっぱりお散歩楽しいな、歩いてな気づかん。確かに綺麗、あれえ、なにこれ、これなんだブー、なんだブー、ストップにした気持ち悪い。なんか面白い植物いっぱいある。グーングーンと普通の岩に比べて大きな音が鳴ることからグーン石と名前が付けられたそうです。あ、これが大きな音が鳴るらしい。これがこれが多分こっちの方が大きくない？うん、こっちはちっちゃくない？どっちやどっちやどっちやブー。かっこいい。なんかめっちゃかっこいいくない？うん、この木やろ？そう。デカアイビーみたいなわかる？そう、デカアイビー、デカアイビー。大きい。あそこやんな。違うか？多分。あれ。あそこやんな。多分そうかな。ここはどこだブー？人んちかな。これシークワーサーかな。あれやな。バナナのみたいな。ほんまや。あの花からのバナナ。どう？取れた。解決したな、調べんでも。うんうん、そういうことや。何分ぐらい歩いたやろ。何分歩いたかな。何分ぐらい歩いたかな。30分以上歩いた。歩いた。ちょっとゆっくり朝のお散歩してきました。はい、なんかいろんな植物が楽しくって、うん、よかったです ねゆっくり歩いて楽しかったです。歩いてならではなんか月桃がすごい多かったです。よかった。取り放題、取り放題、取ってないけど、ね、バナナもいっぱいありました。バナナもいっぱいありました。食べ放題、食べ放題取ったらあかんけど、ブー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 、豚も出てきました。はい、豚帰ってきました。街中に出てきた、出てきた。よかった。クリア散歩。じゃあ朝ごはん買って、うん、こっち、こっち、はい、海に行く準備をしていきます。はーい、イエーイ。またねー。